はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。今回はですね、浮かしたね、虫をちょっと紹介していこうかなと思いまして、今回はですね、ネプチューン、ね、ついに、ネプチューンを浮かしました。何年前があったかな ?2 年前ぐらい ?2 年ちょっと前か。そうですね、2年、うん、やっぱそうですね、2年ちょっと前ぐらいになりますけど、買って、ブリードしたネプチューンがやっと、ね、浮かしてきたんで、ワイドからの直径なんですけどね。はい。まずメスですね。ムグシの調子が悪いんでちょっとあれなんですが、ムグシの調子が悪いんですよね。まあ、ざっとちょっと頭下がってるんだ。上げたらあれなんですけど、まあ、66.4。ね。これいいです。いててててて、しまった。これ乗っけたらあかんやつじゃね。痛い。普通に痛い。まあいいや。気合で。一応今3頭浮かしてるんですよね。これ痛いぞ。なんでだ。で、こいつが。頭が上がったり下がったりなんであれなんですけど、うまく上げれば67ミリぐらいありますね。 67.3。 一応産地としてはエクアドルナポコ山岸になりますねのワイド F1 動画のリンクはどうしようかな、あるかな。とりあえず過去に動画に上げているワイルドからの子供になります。で今浮かしてるオスがこいつですね。結構スタイルいいでしょうね。はい。調子悪いんですよね、このノギスが。もう新しいの買わなきゃいけないんですけど、ほら、消えちゃうんですよ。ちょっと接触悪いと。あれ、100。あーこらちょっと動いて測れないんですけど、おおよそ、あーでももうちょっとあるな。ここからもうちょっと120ミリぐらいですかね。120ちょっとありますね。121ミリぐらい。ちょっと動いて測れないんですけど、確か親が115ミリとかそんぐらいだったんで、ちょっと親を超えてますね。120ミリぐらいでしょうか。120.5ね、さっきの表示で言えばもうちょっとあるんでしょうけど、ちょっと動きって測れないんで、ね、ちょっと親声を果たしました、ね。体重としては結構軽かった。 100g いってないです。こいつ90何 g で教室を作り出したんで、最終測定はですね、それ以降増えてるとは思うんですけど、まあ表記上 100g いってないですね。それでもこのスタイルですよ。もうバッチリね。ネプチューンは。で、サタンとかもいるんです。サタンはちょっとね、また別の機会に紹介していきますけど、ね、ほら、いいですね。かっこいいっすよね、これ。ね、ただ、本当はちょっと低温でやらなきゃいけないと、2年から2年半ですね、かかるのがちょっと、欠点なんですけど、まあ、すんげえかっこいいカットなんですね。で、これ、まあ、ね、140ミリとかもいっちゃうんで、ものによっては。やっぱりね、今後もやっぱ継続してちょっと育っていきたい種類ですね、類類していこうかなと思います。ね、ナポコサンバぐらいなら、まあ、産地種もよく入ってくる方なので、まあ、類類はしやすいかと思うんですけどね。というわけでですね、ネプチューンですね、ネプチューンオオカブトのウカコダイ紹介ですね、終わりたいと思います。